おじいちゃん、おばあちゃん、私たちのこと知ってる？巣鴨で街頭インタビューしてきました。わーイエーイ。突然ですが皆さん、国民的な VTuber になりたくないですか？なりたいけどね。いや難しいと思うけど、なれるんだったらなりたいっすよ、そりゃ。しかし国民的になるには圧倒的に欠けているものがあります。それはお年寄りの方々からの支持。どうですか、おじいちゃんおばあちゃんからの好感度、自信はありますか？好きも嫌いもない、知られてないよね絶対ね。そうなんだよ、だから一番辛いよね、無関心的な感じに。でもそれは私たちが思っているだけであって、もしかしたらおじいちゃんおばあちゃんももうすでに我々のことを知ってるかもしれないですよ。今回は実際におじいちゃんおばあちゃんの原宿巣鴨に行ってアンケートを取ってきました。すげー。それでは早速見ていきましょう。最初に聞いたのは、巣鴨の皆さん私たちのこと知ってるです。というわけで VTR スタート。あら、おお、あ、かわいい、おしゃれ、おしゃれだね。かなりおしゃれセンスが高い。ガラ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 、すごいガラガラ。テレビでは見るけど名前はわからないですね。テレビでは見てないやろ、おばあちゃん。踊ったりかなんかそんな感じじゃないですか。あ、でも合ってるんじゃない？嬉しい嬉しい。昔の人だからこういうのは無理ね。俺の年代じゃ見ないもんな。いや、話、噂、あの、名前だけは知ってる。マジか。アルマンドル、要するにあの、アイドルみたいな、要するにこういう子たちのことでしょ。まあ、あれだろう、あの、ゴレンジャーとかアカレンジャーとか、ああいうパターンじゃない。違うだろう。紫だろ、ほら。紫だろ。で、金だ。紫こっちはあの、力技でしょ。なんで岸田の技聞くんだよ。色系か。あ、確かに。やっぱ色気出ちゃってるんだ。魔法使えそうな形してるね。萌え萌え系。いや、違うんすよ。ゴリラなんすよ。あ、でも、ゴリラじゃねえよ。漫画で見たことある。ちょ、漫画で見たことある。65号の漫画。こういうのって、若い人に聞いた方がいい。そうだよ。こんな年寄りに聞いたって無理だよ。ジジイババの棺桶が、あさあさって、いつ入るかわかんないのにさ、そういうじじいやばばに聞いたって、ねえ、触れづらいっすよ、ねえ。あま、あまねかなた、あまねかなたって言う。だからだよな。あまないね、秋の、秋の、ノーゼンター、ノーゼンタウン、町のこと、秋のノーゼンタワー。でっけえしょうがねえのよ。釣り込み虫、釣り込み虫って何？釣り込み虫ってわかる？わかんない、わかんない。俺ちょっとやつだった。よいしょ。あ、いいと思うよ。プリティガールズと思ってくれてるんだね。お、なんかみんなおしゃれですね。確かにね。え、知ってるよ。もうほとんどテレビ見てるから。テレビほとんど出てないですよ。テレビ出てないですよ。何と間違えてんだ。この子はね、よく見る。あの、よく見る。ありがとうございます。覚えてないんだけど、ラミちゃんだっけな。ラミちゃん、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 違うやろ。この子たちも目見るんだけどさ、あ、よく見るよ。あ、どうなったんだな。動物ではない。中の人のあれの時にも全然好きだよ。すごい、グローバル。この番組出てるの。いやでも団長さ、なんか意外となんか新鮮だったな。なんか銀色のイメージがやっぱね、うん、みんな持ってると思うけど、まさかの金レンジャー。僕にさっきのレンジャーでやっぱ3人プリティガールズ組みます。あ、プリティガールズはありだと思いますね。今回、30人にインタビューをした結果、残念ながら私たちをちゃんと知ってたのは0人だったみたいです。でもいろいろね、面白い回答もあったんで、ぜひね VTR 振り返ってみようと思うのですが、はい、こちらこのね仲良しお二人デートだったそうですよ。あら素敵素敵。何歳になって
やでこういうの憧れるよな、うん、そうやってね、逆にね、かわいいやりとりだったね、うん、じゃ続いてこちらですね。私たちの属性をこのように言ってましたけど、まあ、僕はまあみんなに取り替えちゃう魔法ねえ、ちょっとかけてるかもな。よ魔法で合ってるかもしれないにゃんにゃん。魔法なんて余裕にたりとも使えねえだろう。おいおいおい、そんなこと言うじゃねえよ。魔法にかかれ魔法に。かな、官僚官民みたいなこと思ったの。官無料です、もう好き放題行きます。炎上しないようにね、はい、頑張っていきます。気をつけていきます。なんかこんなになんか応援していただいて、この国背負っていかねえと、うん、ね、頑張って未来切り開いていかねえと、おじいちゃん